NHK の放送事故。朝の NHK ニュースで、犯人が作った黒色火薬の蘇生まで報道されていた、に批判殺到。内容はこちら。NHK が歴史に残りかねないとんでもない報道を行ったようです。では、内容を見てみましょう。新井さんの友達星野武美現場猫。NHK が犯人の集めた火薬の材料を発表しちゃったよ。タクラミックス。おい、NHK。今、ニュース番組で、さらっと黒色火薬の原料の名前とか、通常の玩具として売られているものから火薬を取り出せることとか、アナウンサーがスラスラ喋っとるんだけど、それはあかんやろ。もうちょっと、報道の責任とか考えるべきでは。メドツールズ。朝の NHK ニュースで、犯人が作った黒色火薬の蘇生まで報道されていた。個人的に、簡単に買える、これでもいけるんだ、という驚きがあったけれど、ここまで踏み込んだ報道は必要だったんだろうか。NHK さん、何かあったら、どう責任を取るつもりですかい？では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。バカ野郎。NHK、犯人の作った武器の火薬材料の詳細をテレビで流してどうするんだ。NHK が黒色火薬の作り方、集め方を垂れ流したので、まずテレビから規制しないといけないですね。規制というか、厳しい罰則が必要なレベルだと思います。次はこちら。NHK の火薬素材の報道。火薬の素材を調べたらわかるとか、資料が存在するとかは、資格勉強をする人もいるわけだからいいのだけど、具体的に何から手に入るとかを報道としてやったのはまずいよねとしか。犯人が調べて自作したと報道するのとは、わけが違うぞと。今後模倣犯が出てきて、NHK を見て火薬を勉強しました、って供述したとき、どうするんだろうね。NHK のせいで今後模倣犯が出る可能性も十分あり得ると思います。次はこちら。NHK さん。火薬の材料放送しててすごいな。こうなると、よーいどんでバトルロワイヤル開始って言われてる感出てきましたな、ジャパン。ここは修羅の国。みんなやろうぜって言ってるようなもんだ。何考えてる、NHK。国民の受信料で成り立つ公共放送であるはずの NHK。もしかして日本を壊したいのですか？最後はこちら。あらま、火薬の作り方なんて今のご時世ネットで調べればすぐに出てくるのだろうけど、それを公共の電波で発信するのは良くないでしょうよ。海外だと模倣犯が出るからそこまで踏み込まないと聞いたことが。再犯を防ぐためにも、報道しない方が良かったんじゃないの。いらんことは、具体的やな。NHK は、一体どういうつもりですか？結論。報道機関が、安倍元首相銃撃で使用された弾薬の詳細な内容を報じるなんて、絶対にありえませんよ。しかも、公共放送である NHK がそれを報じるなんて、一体何を考えているのやら。NHK は、模倣犯が出るかもしれない、という危機意識も欠如しているのですか？今後もしも模倣犯が出てしまった際、NHK の責任が問われても仕方ないと思います。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と、質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。